演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちら業務スーパーのウェハース3種類を食べたいと思います。あら、この2つはココナッツかな。いや、これもココナッツとかバニラなのかよくわかんない。どんな感じなんだろう。これはココナッツウェハースって書いてありますね。ではまずは、こちらから食べていきたいと思います。どんな感じなのかな、中身を。いや、慎重に開けないと大惨事になるな。なわけないか。こんな風になったので、一見巨大なウェハースが入ってるのかと思ったら、ちゃんと割ってくれてました。で、横から見るとこんな感じ、前から見るとこんな感じです。ではサクサク食感楽しみにいただきます。温めなくても意外とさっくりしていますね。からでは続いてはこちら、こちらはどんな感じなんだ。こちらは袋に小分けにされているようですね。でも結構いいと、袋大きいぞ。はい、こちらはこんな感じになってます。ではチェリージャムをつけて食べるとまた酸味が加わって違いますね。美味しい感じですね。ではいただきます。サブレとはまた違うココナッツとの食感が本当に美味しい。アイス欲しいから。最後はこちら、さっきのバニラのやつと同じようです。シリーズのようですが、何か違うのかな。まあ、ナッツの絵は描いてありますけど、あ、いや絶対違うわこれ。見てください、中のクリームが違います。これはチョコレートっぽいですね。では食べていただきます。もう少しナッツ感じたいな。こちらのバニラウェハースはサクッとしたウェハースの中にしっかりと香りのあるバニラが入っていて、ちょっとアイスクリームのバニラに近い感じです。それがしっかりと口の中に心地よさを届けてくれて、とっても美味しかったです。だからバニラアイスにウェハースを溶すのってよくありますけど、それを一つにまとめたような感じですね。バニラが好きな方にはぜひおすすめしたいので、こちらの点数とさせていただきます。そして2つ目のこのココナッツウェハースは、ココナッツの風味がこれも噛んだ瞬間に口の中でしっかりとサクッとした音とともに広がってくれるんですね。イメージとしてはココナッツサブレをウェハースにしたようなそんな感じです。ココナッツの風味をしっかり感じて美味しかったので、こちらもご覧の点数とさせていただきます。そしてこの最後のヘーゼルナッツウェハースは、中のチョコレートにヘーゼルナッツが使われているということなのかもしれませんが、ナッツの風味が弱かった気がしますね。どちらかというと甘い普通のチョコレートのような気がしましたので、ナッツのよりもチョコレートの方が良かった、かなと思ってしまったのが残念でしたので、こちらの点数とさせていただきます。もうちょっとナッツをしてきてほしかったですね。ナッツが入ってるのであれば。でもどのウェハースもサクサク美味しかったです。いっぱいありますので、持ち寄ってパーティーなんかもいいかもしれません。というより本来はそれが用途なんでしょうけど、雪崩ほど木を倒すかな流れ出て、雪崩で木が大惨事ですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。